コーヒー好きにしか伝わらないコーヒーあるある。東京都在住西田備長炭さんのコーヒー好きにしか伝わらないコーヒーあるある。よっしゃ、なんかわかんないけど良さそうな豆をゲットしたぞ。良さそうな豆をゲットしたので、なんか良さそうな豆だから今一杯飲んですぐ冷凍しよう。で、まあお客さん来た時とか友達来た時とか冷凍庫から出して飲もうかな。特別な時に飲もうと思って冷凍庫に入れるが、1ヶ月後。さて、ブロッコリー、ブロッコリー、あ、そうだ、あ、冷凍してたな、そういえば。まあ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 、はい。6ヶ月後。これサラダに使いますよ。あ、そうだ。あ、もう全部飲んじゃった方がいいか。まあいやいや、一応もうちょっと入れとこう。一応もうちょっと入れとこう。思ったより特別な時が来ない。東京都在住西田備長炭さんのコーヒー好きにしか伝わらないコーヒーあるある。よし、冷凍してた豆ちょっと飲むか。冷凍してたからね、鮮度はそんなに悪くなってないんじゃないかな。ナイスカットミルさん、よろしくお願いします。くもりです。はい、オッケー、引き終わりました。あ、やっぱ静電気少ないね。ケトルした水分があれしてあれみたいな感じになってんのかな、わかんないけど、ありがとうございます。冷凍庫から出してすぐの豆は静電気の影響少ない気がする。東京都在住西田備長炭さんのコーヒー好きにしか伝わらないコーヒーあるある。コーヒーの定期便な、毎月来るの嬉しいけどやっぱちょっとお金かかるよな。お財布事情とか考えてるとか、あと自分で普通に豆も買ったりするし、定期便を続けるか迷う瞬間もあるけど。お届け物です。あ、ちょうど来た。はいはい、はい。あ、来た。今月何入ってんだろうな。先月はね、僕の好みの豆が1個入ったからね、すっごく嬉しかったんだよな。どれ。あ、うわ、これめちゃくちゃ好きなやつだな。ここの国の浅入り、あ、めちゃくちゃセンスいい。うわ、これの深入り方面のやつも入ってんだな。あれ面白いな、センスいいな。うわ、で最後これ入ってんだ。今月めっちゃいいじゃん。なんだかんだ毎回すごいワクワクする。東京都在住西田備長炭さんのコーヒー好きにしか伝わらないコーヒーあるある。よいしょ、ちょっと休憩するか。疲れたな今日。ソファーでコーヒーを飲みながら一休みしている時、眠くなってきて、眠くなってきて、こぼす。マジで結構あるこれ。以上、コーヒー好きにしか伝わらないコーヒーあるあるでした。またね。